足利大学附属高等学校は、栃木県足利市福富町にある高等学校。略称は、足大夫足利大夫旧称は、足利工業大学附属高等学校。足利工業大学附属高等学校は、足利仏教和合会によって1925年3月に創立された足利実践女学校を前身とする。その後、 学生改革により月見が丘高等学校に改称され、1961年4月に男子部が設置された。その男子部が1968年4月に独立し、足利工業大学附属高等学校として開校した。足利市には他に学ランの高校は足利工業高校、足利高校があるが、どちらも金ボタン。本校は足利市内にある。 足利大学の付属学校である。部活動では、レスリング部が全国的な競合として知られており、運動部では、その他に、バレーボール部、卓球部、ラグビー部テニス部、スキー部、弓道部、サッカー部、野球部、文化部では吹奏楽部、写真部、メカトロニクス部、インターアクト部、チャコールパワー研究部にも注力している。入学1年時、 6月には一泊二日の参禅、収容会が実施される。寺院に宿泊し、全道内において、一般修行者と同様、協作を伴う座禅や、食事作法を通じ、上層教育を実践するなど、精神収容に努めている。沙乙女俊文吉田雅彦、ありがとうございます。